中国・広州で来月開催予定のアジア大会に向けて練習している、卓球の進路を、新郵便 19= イコール大韓航空イコールの最終学歴は中学校卒業だ。韓国卓球史上最年少、満14歳11ヶ月で韓国代表になった新郵便は卓球に専念するため高校進学を諦めた。当時、新郵便の足を引っ張った規定は、 一年間スポーツ競技、トレーニング、大会参加を理由に授業に出なくてもいいという欠席可能日数だ。かつては授業日数の3分の1程度、63から64日まで欠席が許容されていたが、文在寅、文在寅、政権が学生選手の人権と学習権を保障するという理由で欠席可能日数を減らした。 昨年の欠席可能日数の基準は小学生5日間、中学生12日間、高校生25日間だった。これを超えれば留年、定額、退学などになる可能性がある。スポーツ界関係者らは、現実を知らずに言っている話だ、と反発した。5日間、小学生、では全国規模の大会に一度参加すれば終わりだ。それ以上は大会参加を夢見ることすらできない。 監督たちの最も大きな悩みは相手の戦力ではなく出席日数だという言葉も聞かれる。新郵便も昨年の規定通りなら学校に通いながら大会に頻繁に出場することはできなかった。ユン・スズエーツ、ユン・ソン・ニョル政権は過去のスポーツ革新委員会で明らかになった気上のポピュリズム、大衆主義を排除し現場を中心に考えて正常化するとしてこれを覆した。 欠席可能日数は今年から小学校20日間、中学校35日間、高校50日間にまで拡大された。2025年までにはこれを、文政権以前、波の63日間まで増やす計画だ。現場の声を無視して一方的に推し進められた全政権の勘違い、お元政権が正したまでは良かったが、問題はその次だ。 韓国の学生スポーツ選手は7万人を超える。学生、選手とはいえ、事実上はスポーツに人生をかけた、プロだ。しかし、彼らが運動で生計を立てるのは容易でない。プロ選手になる関門は実に狭い。野球やサッカーを考えても、プロチームに入れるのは10人に1人だけで、他の選手たちは行き場がない。大艦体育会の、 最近5年間の引退選手実体現況という資料を見ると、韓国のスポーツ選手の平均引退年齢は23.6歳だという。ちょうど大学を卒業して社会に入らなければならない時期だ。選手たちは実力が足りないことを痛感した上での自らの意思であれ、入るチームがないという他人の意思であれ、スポーツをやめたら路頭に迷ってしまう。引退後、 無職になった人は調査対象者のうち41.9%だった。若年層の失業率が89%なので、それよりも4倍近く高い。苦労して仕事、建設業、自営業、日雇いなどを探しても46.8%は最低賃金水準である月200万ウォン、約22万円以下しか稼げていない。スポーツ選手だからといって特別待遇しようというわけではない。 しかし、彼らが運動部という閉鎖された可能性の中で青少年時代を過ごした後、対策もなく社会に切り出される構造には問題がある。スポーツ選手が小学生のなりたい職業を一位という社会で、漠然とした憧れを抱いて運動の世界に飛び込んではみたものの、母になってこの道は違うと気づいた瞬間に見舞われる絶望感から、彼らを救い出さなければならない。 ソウル市体育会が数年前に引退選手の就職準備状況を調査したところ、簡単なコンピューター利用能力、ワードやエクセルなど、も最低水準だった。何よりも勉強との間に壁を作ってしまっているスポーツ選手が多すぎる。学生選手の5人に1人は最低学力基準にも及ばない。該当学年の教科別全体平均成績の50%小学校、40%。 中学校、30%、高校を上回ればいいが、これに及ばない。選手たちが望む通りにスポーツできる環境を作ることが重要なだけに、スポーツ選手としての人生と、学生としての人生の調和を適切に取れるよう考え、努力することも必要だ。韓国文化体育観光部の担当者は、学生選手の授業時間数不足を補うためにオンライン講義。 e スクールのような保管策があるとは言ったが、現場でこのシステムがどれほど無意味に放置されているのか、おそらく知らないのだろう。リエーサイ,イウィジェスポーツ部長